はいどうもこんばんはおつぱいです。えー、本日はプログラムの作り方について学んでいきたいと思います。えー、まあプログラムのですね、えー、文法を一通り学んだ後、えー、一つ壁になってくるのは、えー、どうやってプログラムを書けばいいのかわからないよっていう、えー、質問がよく来たりします。でこれに関してはですね、えー、もうちっちゃなところから、えー、作って 体で覚えていくしかないのかなと思っております。まずは一行。いろんな人のコードをコピペして何がどうなっているのか確かめてみると。それができたら複数行を書いて確かめてみると。で、それができるようになったらですね、大きめのプログラムを書いてみるということで、まあ、少しずつやっていくしかプログラムが書けるようにならないんじゃないかなと思います。で、プログラムを考えるときのコツですが、 プログラムの基本である入力計算出力まあこれだけ考えればいいかなと思います何をデータを入れてあげてそれをどういう順番とかで計算してあげて最終的に何をしたいか何を結果を出すかっていうのは 1一行1行で行われていますのでこの積み重ねですねこれで最終的に何をさせるかっていうのを考えてあげればプログラムは作れるんじゃないかなと思います本日はドラクエのシミュレーターっぽいものを作ってそれを考えていきたいと思います入力計算出力っていうことだけ考えればいいのでまず入力させるデータですねこれを考えますと えー、ドラクエってなんかモンスターがいたりですね、えー、それと勇者が戦ったりするわけですが、えー、今回はまあ勇者とモンスター、まあ、この2人で戦ってみるということだけ考えたいと思いますので、入力データはまあこの勇者とモンスターですね。えー、次が、えー、何をどう計算させるかというのはこちらはアルゴリズムになりますが、えー、基本的なドラクエのまあ アルゴリズムを考えていくと、まあ、戦闘シーンを想像していただければいいかなと思いますが、えーまあ、お互い攻撃し合ってですね、えー、どっちかの HP が0になったら、それで勝敗決着という形になります。まあ、ドラクエ1とかそうですね、1対1で戦いはやってますが、まあ、お互い攻撃し合ってですね、HP を減らして0、えー、になったら終わりと。で、最終的に 何を出すかっていうのは、まあ、戦いの結果と、えー、その結果に至るまでのものっていうのを書いているということになります。はい。では、まず最初、えー、入力データクラスですね。えー、どういうものが、この、えー、勝敗を計算するのに、まあ、必要になってくるだろうかっていうところを、まず最初考えてもらえばいいのかなと思います。えー、勇者もモンスターも、 基本的には、まあ、キャラクターということでは一緒かと思います。なんで、まあ、このデータを保持するですね、えー、クラスというものを作ってあげればいいんじゃないかなと思います。えー、キャラクタークラスを作ってあげて、えー、そこにはですね、まあ、名前と HP と、えー、攻撃力、えー、防御力、あとは素早さですね、えー、こいつを、えー、持つクラスというものを定義して、 であとはですね、それを呼び出すときに、まあ、勇者とスライムのステータスを与えてあげて、クラスを作るということをすると、まあ、勇者と、えー、スライムくんが出来上がりますということになります。はい、えー、こんな形で、えー、1つのクラスで、えー、2体のキャラクターを作ることができましたねということになるので、 あとは、この2体のキャラクターをいろいろコネコネして、最終的にどっちが勝つかっていうのを計算してあげればいいということになりますね。はい。では次、アルゴリズムに入りますが、ドラクエのですね、アルゴリズム、ダメージ計算のアルゴリズムっていうものがあります。一応、まあ、公式かどうかわかんないですけど、世間一般で言われているのが、攻撃力割るに まあこう自分の攻撃の方ですね。相手の守備力割る4を引いた値がダメージの基礎値になります。その値を16で割って1足したやつ、切り捨て除算した値ですね。こいつがまあランダム値になりますと。で、ダメージの基礎値にこのランダム値を足すものっていうのが、え、ー ダメージになるよということですが、えー、ランダム値、えー、プラスマイナスですね。ちょっとここではちょっと書き方あれですが、えー、次が戦闘の順番ですね。えー、一応、素早さっていうステータスがあって、えー、素早さが多い方が勝つんですが、えー、毎回多い方が勝つわけではなくて、えー、乱数調整されているようです。えー、素早さプラスマイナス10%の値。 えー、これを毎ターン測ってですね、その数値が大きい方が、えー、勝つというか先に行動をするということですね。だから素早さ400だと、えー、360から440までのこの値を取る、えー、何かしらの、えー、素早さの数値がランダムで毎ターン出ますが、えー、こういった数値の多い方が先に行動するということです。で、まあ最終的に やりたいものは戦闘シーンなのでダメージを計算してお互いの HP を削って0になったら終了と、はい、ダメージとどっちが先に動くかですね、まあ、勇者が動くのかスライムが先に動くのかっていうのを計算してあげるということになります、はい、ではここに関してはですね1、まあ、個1個関数を作ってあげるということでいいのかなと思いますダメージ計算ですが えまあ、キャラクターがどちらであってもですね、えー、クラスを渡してあげれば、えー、ダメージの計算はできますと。えー、C1、C2 ということで、まあ、2つのクラスを出してあげればですね、えー、どっちが、えー、攻撃が防御がなっても、まあ、返ってくるものはダメージという形でダメージ計算ができます。はい、えー、まず、 攻撃力 ÷2 引く、まあ、相手方のディフェンス、防御 ÷4 でそこにまあランダム値を足してあげるという形ですね。はい。で、最終的にダメージを計算するという形になります。で、次に、えー、素早さ、えー、戦闘順序の計算ですが、えー、先ほどの素早さのランダム値ですね。えー、これが多い方が勝ち。先に え攻撃するんで、えー、その素早さのランダム値を計算してあげます。えー、元の素早さに、えー、プラスマイナス10%ですね、えー、してあげた数値を計算すると。そうすると、まあ、えー、たまには、何、えー、でしょうね、素早さが低い方が勝つという時もあるということですね。えー、多い方なのか、少ない方なのかという形で、先頭順序の 計算をして、えー、まあ、トゥルー・フォルスとかで返しておくと。これで、戦闘順序の計算もできましたと。はい、では次ですね、えー、戦闘シーンの、えー、内容を思い浮かべていただくと、まあ、先に攻撃をする方と、えー、その後攻撃する方っていう、まあ、2つ。 パターンが考えられますが、まあ、それもですね、えー、クラスを渡してあげれば、先に攻撃する側、後で攻撃する側という形で、一つにまとめられますということになります。はい。まず、最初にダメージを計算します。で、そこからですね、えー、HP を引いていきます。相手方の HP を引いてあげると、まあ、その時点で0になったら終了ですね。 はいまあ、どちらかが力つきますと。はい、で力つきない場合は、もう一歩の方が、えー、この攻撃のターンなので、えー、ダメージを計算して、また HP を引いていきます。はいえーまあ、ここの段階で力つきても、まあ、終了ですね、えー。相手の攻撃を受けて、えー、勇者がやられても終了と。ということで、まあ えどちらかがそのターンで終了した場合はまあ、そこで終了ですが、えー、通常1ターンでは終わらないので終わらない時は戦闘は続きますという形になります。はい、で最後戦闘を制御する、えー、まあ関数ですね。えー、こいつは、えー、ライル分でまあ、死ぬまでずっとやりますとどちらかがなくなるまでずっと続きます。はいで 最終的には、えー、フラグ値によって、えー、どっちが勝ちっていうのが決まります。はい。で、素早さがですね、えー、素早さ値が多い方が先に攻撃するっていう分岐があるんで、そこだけ入れてあげます。はい。では、これでシミュレーションですね。はい。まあ、えー、先ほど、まあ、勇者150ぐらいですね、えー、やってましたが、まあ、ちょっとスライム君。 割と強めにしてあげましょうということでひとと180ぐらいにしてあげて、えー、素早さは同じぐらいで戦闘してみます。はい。まあ一瞬で終わりますがええ勇者の方が力尽きてるのに勇者が勝ちになっちゃってますね。はい。えー、っとちょっとここは間違えてるんで残念ですが、えー、このような形で。 いろいろシミュレーションをすることができます。もうちょっと勇者を強くしてみましょうかね。はい。今度は勇者が勝ちましたね。スライム君がめちゃめちゃ強くてなかなか勝てないという形になりますが、このステータス値を変えて渡してあげて、関数内で えー、いろいろ処理をしてあげるという形になります。はい。という形でですね、まあ、一行一行になると、こういった、まあ、ダメージの計算、どうやってやるのみたいなまあ部品をですね、えー、少しずつ考えていく形になります。で その部品をですね、えー、何個も組み合わせて、まあ、1つの、えー、大きなプログラムを作っていくという形で、えー、少しずつ進めていけば、えー、次第にプログラムが作れるようになるんではないかなと思いますので、まいろいろ皆様試しにやってみてくださいということで、まあ、こちらのソースコードは置いておきますので、えー、参考にしてみてください。本日はここまでです。それでは